おはよう。あれ？知らない？あ、そっか。どうかな？告られた。告られた？聞いてしまった。クスマイが、クスマイが。あ？ああ、でも安心。俺を見くびるな、転校生よ。武士に二言はない。あの週刊スプリングと一緒に。そうなんだよ、信じられるか。へえ、マイミ姉さんと付き合いたいだなんて。知らん、来たらすでにこの状態だ。偶然聞いちゃったんだよ。上履きに履き替えてたらさ、マイミって呼び止める。あ、まあ立ち聞きだなんて不謹慎ですわね。ミウさんも部長として注意してもらわないと。聞くのね。相手は聞いて驚くなよ、詐欺宮さんだ。え、あのサッカー部のキャプテンの？運動神経抜群、成績優秀、しかも隣町。声で前見方だぜ。一皮脱いだら中身は煙くじゃらの男である。うるせえ。ダチすごい、右一発で。し、大げさにしないでよね。告られたくらいで。でもすごいです、告白ってあるんですね。これぞ憧れの高校生活。ま、なんで花子が興奮してんの。ま、でも去年の体育祭で一緒にリレーの練習したんだろ。そのケンスケ、あんた歩くゴシップ誌だな。まあマイミ姉さんがよろしければ誰も依存はないですわ。お会い、みんなそろそろ始め。そうそう、下世話の話はこれくらいにして、さっさと。あら、それじゃあね。困ったな。ねえ、どうしたの？え？ああ、そうじゃないの。病院？森、ごめんなさい、急ぐ。あれ？実は昨日、商店街でパジャマ姿…パジャマ姿の？はい、そのくらいだ。ここなかしら、あの子ったら。どうしてです？この中庭に住み着いていた野良猫を、私が昨日、段ボールに入れて捨ててしま…それで商店街をふらふらと。昨日は見つけて何とか連れ戻したんだけど、
今日も気がついた分また野良猫どこに。それはダメよ、連れ戻しては。たとえ中庭でも、この病院で生き物を私は委員長として立場上許すわけにはいかない。あ、今の聞いて。だったらね、ま、そんこの辺で猫を捨てに行くって言った。ねえ見て、院長先生が段ボールに入れたって言ってたよね。誰かが持っていった。あの、ここな。あの、もしかして、あれ、なんで二人。雪乃さん、雪乃さんこそ、ココナ猫。街中を泣きながら歩いてたから放っておけなくて。あ、じゃあ猫を見つけたのは。ううん、二人で歩いてたら猫を抱えて歩いて。え、花子が捨てられてる猫を見つけて放っておけなかったんだって。ココナちゃん、私たちも。あの院長先生が。ほら、院長先生にお願いするんでしょ。院長先生、お願い。命あるものを育てる、その責任は大きいの。命を預かってるの、遊びじゃないのよ。そんなのは。それにもし、この野良猫にもし。私はね、ココナ、あなたには野良猫じゃなくて。手術っていつですか。2週間後よ、8月22日。だったらいっそのことをこの猫。みんなで。まいみちゃん、グッドアイディア。ココナちゃんにとってみーちゃん、このみーちゃんがココナちゃんに手術を乗り越える元気をくる。まいみちゃん、ちょっと言い過ぎよ。言ってる意味はわかります。で、野良猫は野良猫、突然いなくなったりしたら。院長先生でも病気以外は見えなくなっちゃうのね。ココナちゃんが院長先生の。それほん、ごめんなさい、隠していたつもりはないのです。病院では他の患者さんの手前、院長先生と呼ばせるようにして。だけどダメですね。お母さん、私大丈夫だよ。だけど元気なみーちゃんを見てると、それが少しだけど。だから私、みーちゃんのそばにいたいの。あ、この子猫、病院のみんなで。院長先生。ただし、約束して。そのためには手術もリハビリも人一倍頑張らないと。よかったね、ここな。あの、まゆみさんでしたっけ。あたしこそ本当ごめんなさい、失礼なこと言っちゃいました。うん、いいのよ、この年になると。いえ、怒ったわけでは。怒鳴ってたよね。それじゃあ、私は行くところがあるから。雪乃ちゃん、まゆみちゃん、まゆみちゃん、ありがとう。私も嬉しいよ、ココナちゃん。ちゃんとお世話して。お二人とも、もしお時間あるようでしたら。は？あんた今な。ココナのお部屋だよ。ココナちゃん、いいね。うん、院長先生が。そっか。じゃあアイドル番組でも聞くの。聞くけど、一番好きなのは。へえ。だって月岡光って見果て。言ってたっけな。言ってたよ、私たちが住む見果て町って。私、ワールドエンドシンドローム、
ああ、あのラジオを聞いてるんだね。それもかなりのヘビ。モノマネもできるんだよ。読み人よ今宵。知らずに覚えてるんだね。今あ、そしたら今宵もやるよ。楽しいこといっぱい。うん。何？まゆみちゃんたち時々遊びに来てくれ。そっか。じゃあ今日からまゆみも。やっただな。去年来て、あんた時々デリカシーないよね。そう、あんたは去年のあたり。なんかさ、そうだよね、彼人気者。それどういう意味よ。わかった。じゃあそうする。明日から私。ええ いや、忠告は聞くもんだね。ってことで、傘持ってまいれ。大事。いや、雨に傘を持ってきて。そう言うな。嬉しい。それじゃあお先に。前に見たって言えなくてさ。ああ、でも見たかった映画だし、私は何回見てもいい。あれ？私？あ、なんであんたに言わない？